しまった。でも地図上から軍玉閣のその近くに上がる方法が。ありませんね。これで星空がよりはっきり見えます。止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからない。オイラたちは招待されてここに来たんだ。あ、よ、また、まさか行子を、まず軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたち。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃ。運命の目、行け。はっ、我が剣よ、影に従え。よーっ、はっ、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。いけって、そりゃ。また水中で、我が剣よ、影に従え。よっ、行こうよ、陣営のごとく。ディア、
やめなさい。何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。ん？軍玉閣？君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。ん？私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほう、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がこの戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて。ひひん、それはな。そうだ、ユーヘン。国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだ。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。うん、君たちは凡人、彼らの守る対象だから。彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて。時間の概念が薄いだけで敬えと。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるも。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの。うわぁ、また大胆な発。まあ話は以上よ。ここまで話。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることはメリット。でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って。ではまた会いましょう、旅人。うん、あのユーヘンは仙人を敬わないけど。そうだ、行幸への手土産はどう。そうだ、昨日夢で素敵な料理。行幸みたいな大富豪にぴったりだと。それを手土産にしようぜ。ない。でもピキー、まずは材料だ。急ぎ。Thank you.
か聞こえないか。おう、あそこの遺跡は、あの砲塔団たちがだ。逃がさない。よっよっ、瞬く間に。そりゃ、うん、運命はじけろ。これが運命。それ、助けてくれてありがとう。あの報道団たち楽勝楽勝。分かってる。ちゃん、いいえ、君のおか、俺はリーユエコー明星祭の供給。まさか報道団と同じ遺跡を見つける。恩人様、何か必要なものは。待った、あるものを探してるんだ。おや、どういうものを。プレゼント用の箱はないか。綺麗なやつ。もちろんさ、骨董業者たるもの、箱は必需品。店主には俺から言っとく。よかった。アイス、彼から聞いたわ。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれて。さ、この箱自体が骨董品でね。おー、すごく素敵だ。そうだ、他のものも。ええ、品物は棚。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子できた。唯一無二のアイシング。ここに摘みたての花があるわ、一緒にどうかしら。やった、オイラたちの栄光と富を箱に。言われた通りだと。こんにちは、月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。ああ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ、ひひひ。気
気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆い隠す、していつか七国を覆うことになると。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。だからあなたがリーユエに着いた日から私は、何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。ブイブイ。奇襲機のところで。ずっと上で見てたのか？こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、古雲閣は見えるかしら。あれは岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人だけでなく、俗世の七七星も死ぬことはあるわ。次の元神が現れるけれど、帝君のことは忘れないわ。新たな時代でもリーユエ七星は帝君の民よ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。七星の敵はとうにリーユエコーにいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。楽にして、我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなた。ん？これが。あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。でも旅人、リーユエ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよ。できれば、もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国
生を選ぶわよね。それくらい分かってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思って。千人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。ええ、さっきからあなたは私情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの総選儀式を許可したのも七星が理。もう七星が儀式、そうだ、目的を。構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。やったー、待ってたぞ。あの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはそれが丸々1ページだったら。選ぼう、一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。ふむふむ、何がか。ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それか金器めお宝。ファデュイが金器滅却の札を秘密。もうファデュイは。でも金器滅却の札、そういえばお前も金器滅却の札を持ってたな。調べてみるか。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい。ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったこと。でも今はお前の言う通りに、勝利と合流する前にこの資料に書い。行こうよ。行幸様は今日も魅力に満たれ。行こうよ。Thank you.